いやーよかったー、いやー素晴らしかったね。なるほどね。下の道は塞がれてんのかな、ね、綺麗やね。下の道走りたかったね。下の道走りたかった。はいただいま。これやからね、めっちゃもう本当にいやー変わるもんやね。道も建物も全て変わるんやね。空も綺麗。もうすごいね。3時の休憩か。上げてるんやね道路を。バイパスみたいな感じで。もっと昔はくねくね落ち、あーこの右カーか。磯の匂いがする。磯の匂いが、わいいとこやね。シーサイド温泉夕映えいや夕日が綺麗なんやろね。気持ちいい。イシャルビ街道越前海岸海水浴場。おじいちゃん海見てんね。海カニ料理とれとれピチピチカニ料理なんでいやいいね。
と12キロ。いやこの左側のこの岩岩がいいよね。いい磯してんな。気持ちいい気持ちいいわ。空も綺麗。ここら辺来てたんで、ね、20代。20代から30代やからな。一回キャンプに来てんのよ。一回30がいくつの時に。うわ割れとるわ。ガラスガッチャガッチャやん。忘れてる忘れてる。そんなもん越前ってこんなとこやなみたいな。海岸線に道路があってみたいな、くねくねでみたいな、断崖絶壁で波が荒くてみたいな。こんだけテトラポット打ち込んでる思えへんかった。うん、こんだけねテトラポットをね打ち込んでると思えへんかったからね。いやーこれだけ見れたらいいわ俺も。今日は十分や。いやー東尋坊まであと56キロもあんねや。越前町今なんか右にちょっと滝があってんけど分からへんかったね。なんとか滝公園。あー見てないねみんなね。あー滝なんか白滝、白龍の滝公園って書いてあったけど、どこに白龍おったんやろと思って。わかりませんわ。いや、いいねー。キラキラしてる海が向こうの方。いやー、水仙。本場越前町。いやいい島やね。おお、あの島渡れるんや。露天風呂日本海。ほんまか。うわー露天風呂あるで、ね、ここに。まあ、私が目指してるのはイサリビ温泉だけど、私が目指してるのはイサリビ温泉なんだけどね。いやーいいなー。いやー素晴らしい。御殿みたいな家やなこれ。越前温泉。ええとこやな、ここも。ここも磯遊びできたらいいとこやな。
おばあちゃんちょうどこおった怖え。いやいいとこやね。そういうことか。スイミング大会滝の川いやめっちゃいいとこやな。伊豆も良かったけどここもいいよね。伊豆も良かったけどここもいいわ。見てこのここら辺の磯最高やな。これもうなんか潜りたいわ。いやーいいなー。越前松下水族館いうのがあるんですよ。めっちゃちっちゃい水族館あるんよね、うん、明日東尋坊と東尋坊タワーと遊覧船と水族館行くからね明日はね。いやあと 100m いよいよ近づいてきました。いや来た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 。こんな立派になってんねや。こんな立派になってんのこれ。通過します。目的地に近づきました。ルート案内を終わります。ちょっと嫌な予感、嫌な予感してる。目的に着いたけど嫌な予感してる。俺恋の予感じゃなくて嫌な予感。嫌な予感してる。ちょっと待って、めっちゃ嫌な予感してるんやけど。嫌な予感。なんか赤い札立ってたで今。ちょっと待ってや、聞いてないんやけど。赤い札立てたで。うん、あの例の閉館中いや目的地ここやねん。今日の旅はここで終わりやねん。だからあそこが閉館する前に
入りたがって。ついてないの、まさかみ今日は。ろくなことないわ。ちょっと行きましょうか。わてはね、ここに来たんですよ。ここに道の駅、温泉プール、食事どころ。どう見てもこの祝い終わってるやろ。え、こんなことある？いやいやいや、聞いてないねんけど。ここここで、ずーっとここ走ってきたのよ。ずーっと走ってきたの。ずーっと走ってきて、ここ通行止めやったとこね。でずーっと走ってきて、ここなのよ。ここって書いてる。嘘やん。定休日したらあかんやろ。年中無休24時間ちゃうの。マジ？ちょっと待ってや。泣くぞ。はるばる越前までやってきたのに。おい。おい、ちょっと待てよ。おい、今日何曜日？カニくん、カニくん。いや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 、聞いてないけど。聞いてないけど、おい。聞いてないんすけど。ほら。あそこでカニが待ってんのに。お母さんいらっしゃい。閉まってる。閉まってるぞ。こんなことがあっていいのか。嘘やん。あの温泉も閉まってる。温泉も閉まってる。なんてことを。いや、あかんて、ほんま、あかんて。道の駅休んだら。いやいや、ここで温泉入ろうと思って。手回りをミスだ、見放した。これはやばい。あかんて。露天風呂ここ入りたかったのに俺。ここ入りに来たんや。ここに入りたかったん。ここに入りたかったん。ここに。やられました。カズ師匠やられてしまいました。僕は。いや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 、聞いてないで。いや、せめて開けとこうよ。休暇日。いや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 。
マジっすか。いやちょっと焼けコーラ飲むわ。焼けコーラ。うわ聞いてへんわ。俺はこんなことが、あかん、お金もないわ。そりゃさっき入館料500円払ったんや。お金もない、砂利線もない。ほんまに？あっちも閉まってんねんで、あのレストランも。あ、ちゃうわ、見て、あっちのレストランも閉まってるし、このカニ漁チャレンジもしたかったのに。絵画水族館やで。観光所空いてる？観光所。俺にどこ行け言うの？もう今日の旅これで終わりやで。3時。もう行く？東尋坊まで。ちょ、ここら辺とか空いてない？玉川温泉とか。ここに入りたかってん。見て、あの車も、あの車も出ていくわ、ほら。あの車も出ていく。あの車も出ていくわ、そら。出ていく、出ていく。ひゃー。ひゃー。こうカニの形してるよな、これカニの形。ほら左右に手が伸びて、こうカニの形してんで、一丁前にカニの形。あのエアコンの室外機を見て。いや道の駅24時間営業で、トイレも自由に使えて、いや聞いてないよ。聞いてないよ。おい、聞いてないし。はあ。今日ついてないな、ほんま。いや、ほんまオワコンやわ。終わったコンテンツシリーズやわ。見てほら、やる気満々で、やる気満々で見てやろ。これ買ってきてやな。あとこの観光ガイドバッグも手に入れてやな。観光ガイドマップも手に入れてやな。こんな大きな地図も手に入れてやな。俺は頑張ろうと思ってたんや。遥か草原を、ひとつ髪の雲が、これよこれ。次の道の駅行こうか。
三国まで行こうか。ここに泊まって朝一見て行くかも分からへんけど、いやー帰り通るか、帰り通るから帰り通るんかなここちょっと落ち着こう、落ち着こう、落ち着こう、みんな落ち着け、俺落ち着け。帰りの予定はね、帰りの予定は三国、ここと東尋坊の間に三国っていうところがあるんですよ。まだキンキンに冷えてるわ。悲しいねか、はい、三国で何があるでしょう。ありがとうございます、カズさん、ありがとうございます。悲しいね。三国温泉、道の駅あると思うんでね、まあ帰り寄りますわ。カニミュージアムは、うん、帰り、温泉あれっす。ちょっとサンセットを見ながら夕日見ちゃうか、温泉入りながらサンセットしちゃうかな。ほんならみんな見られへんけどごめんね、俺しか見られへんけどごめんね。いやーマジかー、ショックショックショック。